マリア・イエリッツァ、マリア・イエリッツァ、または、マリア・イエリッツァは、ドイツとオーストリアを中心に、フランスからロシアまで、欧州各地で幅広く活躍したメイソプラの歌手。オペラ界で活躍し、ヤナー・チェクやコルンゴルトのような19世紀末から20世紀、初頭の新作オペラに初演者として、名を連ねた。とりわけ、リヒャルト・シュトラウスのお気に入りのプリマドンナとして有名で、 その学劇の初演に抜擢されただけでなく、いくつかの作品は、彼女の声を念頭に置いて作曲されている。イェリッツァの声はプッチーニをも魅了した。1952年までイェリッツァは、ウィーン国立歌劇場やニューヨークのメトロポリタン、歌劇場などに現役として出演し続けた。アール・シトラウスの遺作となった最後の歌曲、青いは、イェリッツァに検定されている。 第一次世界大戦後はアメリカ合衆国でも活躍し、第二次世界大戦中は同国に亡命した。オーストリアのマイナーレーベルプライザーに歴史的音源が残されており、日本では彼女によるワーグナー音源がアラエビスこと野村古道によって評価された。スラブ風の名前からわかるようにチェコ系であり、実名はミッチン・ヨドリツカとも、 あるいはマリエイエドリツコバーであるとも伝えられる。ありがとうございます。